見てろよ、お前らの母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところを。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃ何年だ。俺が蹴りをつけねえと。 巨人を投げてきやがった。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。雲に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。 分断されたままじゃやばいぞ。 他の班を救援して舞台を立て直さねえと。そうだね、エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。あの縁壇、助けが必要だな。 連れてこられたと思ったら、なんでこんな目に。クソ、エレンイエーガーを探しているんです。何か知りませんか。イエーガーなんて知るか。おかげでこんな目に遭わされてんだぞ。 巨人会社、話もできねえよ。コニー、お前ら大丈夫か。加勢してください。クリスタたちと話がしたいんです。取りに行く。お願いね。了解。
クリスタたちと話ぐらいはできる。あとは私たちがクリスタとユミルを説得して戦線に戻ります。巨人と戦ってる。放ってはおけない。加勢しないと。やってみせる。これじゃ食われちまう。誰か来てくれ。南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。次に行きましょう。調査兵なら直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。エレンの野郎もそうだが、ミカサは無事なんだろうな。お願いね。
人と戦いたくないから憲兵団に入ったのに。エレン・イェーガーがどこにいるか知りませんか？早く保護しないと。そんなの知らねえよ。どうせもう巨人の腹の中だろ。戦闘開始。調査兵団が交戦中だ。加勢するぞ。急いで向かおう。意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。教えてくれてありがとう。私に マフラーを巻いてくれて。ありがとう。何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。何が起きてやがる。巨人がライナーに向かっていきやがった。わからないけど撤
退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してくる。その間ここでイエーガーを死しろ。エレンをこのまま返すことはできん。ここで蹴りをつけてやる。持ちこたえないと。3年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。今の俺は戦士だ。どんな手を使ってでも目的を果たしてみせる。お願いね。了解だ。
態だ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると？まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。